俺がついてるよ。でもまだ全部終わってないけどいいの？別に俺はお姉さんとならいつまでも一緒に操作できるけど。まあいいや、今日のところは帰ってあげるよ。家でいろいろやることもあるし。そう思うならそのうちお礼してね。別に一緒に出かけてくれるだけでいいよ。ああ、さっき資料出してる時に棚に引っ掛けたみたい。お姉さん、そんなことできるの？変な風にはしないでね。本当だ、ありがとね。そう言われてもうちお手伝いさんがたまに来るし、その人に全部任せてるから大丈夫。でも心配なら俺の家来てみる？お姉さんなら大歓迎だから。そんな驚くこと？お姉さん何か変なこと考えてるの？本当に必死になるところがなんか怪しい。そう、
遠慮しなくてもいいのに。